先日ですね、ツイッターでも非常に話題にトピックがあった、カシャキン切断っていうね、トピックがあったんですよ。カシャキンって言われてもよくわかんないですね。カシャキンっていうのは、眼球を、ね、動かすための筋肉の一つですね。いわゆる不満治療をしているときですね。必ずですね、このカシャキンっていうのを、ね、意識しながら治療しないといけないんですね。このツイッターの内容については、まあ、要はその裏ハムラップを受けたことによって、カシャキンを切断されてしまったと、いわゆる写真になってしまったりとか、いわゆるものを二重にメートルして、埋まってしまっているっていうね、非常にまあ、かわいそうなことが起きてしまった方が、まあ、いらっしゃるということですね。まあ、正直、ただですね、僕がこのニュースを見て、カシャキンの切断って、まず起きないようなことだと思うんですよ。カシャキンの、まあ、何かトラブルが起きるときっていうか、一番多いパターンが、局所麻酔の影響で、この筋肉の動きが一時的に鈍ってしまう感じ。ですから、それで、まあ、少し目の動きが悪くなって、二重に見える、まあ、そういった時が、大体半日ぐらいすれば改善する。これが一番多いです。二つ目、これがですね、いわゆる炎症ですね。質の炎症で、組織がむくんだことによって、筋肉の動きが少し悪くなってしまうケース。これがですね、大体2番目ぐらいかな。ただ、こちらについても、基本的には、だんだん落ち着いた頃にはですね、動きとしてはだいぶ戻ってきている状態になりますので、まあ、1週間、2週間ぐらいもすればですね、かなり落ち着いている状態になっている可能性が高いと思います。次にですね、ここから先は、カシャキンでこんなことしたら、もうちょっと、ほっといてもどうにならないよっていうのが、これはね、